皆さんこんにちは。本日は LJL2021 スプリングスプリットウィーク3の模様をお送りいたします。さあ本日も MC を務めさせていただきます吉本興業のピン芸人武田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして隣にいるのは、はい、アシスタント MC を務めさせていただきますゼロイチファミリア所属の下月メアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして本日のオープニングはアイズさんとレボルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあウィーク3、早くもウィーク3に入りましたが、やっぱこのチームの全貌とかチームがどう挑むかとかだんだん分かってきましたね。そうですね、ある程度パワーバランスも見えてきて、はい、まあ、でも一番楽しいあの週じゃないですか。 ある程度見えてきつつもどれだけ変わってるのかなっていうのを楽しめる週なんです。なるほど。さあレボルさんいかがですかウィーク3。そうですね、やはり1週間1週間でどんどんチームの出来が変わってくるので、はい、そういったところのチームの変化、成長といったところが非常に楽しみなウィーク3になってくるのかなと思いますね。はい、ぜひね皆さんウィーク3もお楽しみにということです。さあ今週の LJL の試合形式についてメアちゃんの方からお知らせがございます。お願いします。はい、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本日開催される LJL2021 スプリングスプリットウィーク3につきましては、選手コーチの皆様の健康安全を最優先に考え、各出場選手の所属チームのゲーミングハウスからの試合に参加するオンラインでの試合開催とさせていただきます。はい、ありがとうございます。さあそしてここでもう一点お知らせがございます。はい、先週紹介させていただいたレーンコレクションデスクマットに加えて、すべてのレーンのアイコンがあしらわれたデスクマットが登場するということで、今手元に実物がありますのでご紹介したいと思います。はい、こちらになります。よいしょ。全てのレーンが入ってくれてるんですね。はい、なのでこうどのレーンにするか迷うなって方はもうこれを買ってしまえば全て解決ということで、ぜひ迷っている方はこちらもぜひご検討ください。ぜひね、会津さんの前をこれにしていただきたいですね。先週なんか俺真ん中にいるのにミッドじゃないよみたいなこと言ってましたもんね。聞いてあるのがね、これならどこでも大丈夫ですね。そうですよ、こういう迷ってる方、はい、ね、全て入ってますから、うん、ぜひよろしくお願いします。サイズ感も大きいのでキーボードも確かに、はい、乗っちゃうのでぜひこちらも使ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、こちらのデスクマットを販売している公式ストアへのリンクは、はい、LJL 公式ツイッターの方からご参照ください。はいはい、ぜひ公式ツイッターの方はフォローよろしくお願いします。さあそして今シーズンからキャスターの皆さんに加えて私とメアちゃんも勝敗予想を全試合行っております。はい、さあ先週の結果を振り返りつつ早速ウィーク3の勝敗予想を見てまいりましょう。こちらでございます。はい、さあこれ相手さん何か気になるところありますか。そうですね、気になるのがやっぱりリクルート君のバーニングコア推し。そうですね、ここ2連勝という予想ですね。そうですね、やっぱそこかなり気になりますね。でもこれも楽屋で皆さんと話してましたけど、はい、意外とどの予想もあれですよね、え、これダメなんじゃないって感じじゃないんですよね。そうですね、なんだかんだありありのありっていう、はい、どうなるかわからないっていうところですよね。レボルさん、はい、イエガーさんも一人だけ違うとこありますよね。あ、本当だ。 V3 RJ 戦、はい、ここも1人4試合目ですね。確かに、はい、ここもだって本当に分かんないですよね。分かんないですよね。いや、ここは悩んだ末に V3 にしたんですけど、ラスカルジェスターも十分あり得るなという感じがしますけど、まあ、ただ僕がやっぱ気になるのは、はい、武藤さんが今日 DFM2 連敗すると予想していると。やっとここは、いや、ここはね、僕その試合を見てて細かいところまでは分かってないんですけど、ヒーローインタビューのところを見ててなんかピンときてない感じで皆さんずっと来てるじゃないですか。そこがどうなるのかなという、気になってます。僕も確かに、はい、なんかちょっとしっくりきてないだろうなみたいな FM のその感触といったところは分かるんですけど、まさかここにぶち込んでくるとはと勝負師だなという感じがしますね。いや、ここはですね、先週の会津さんに憧れました。一人だけ当てるというかっこよさ、かっこよかったですよね。でも適当でもないんですよ、しっかり、うんうんうん、そのアクシズがデトネーションフォーカスミーに勝つのもやっぱ若いチームが乗ってきた場合の強さってすごいんじゃないかなという予想があるということで、さあこの辺もね皆様お楽しみにということで、さあ正解した数も集計されていくので、これね誰がこう最終的にはいっぱい当てるかというのも楽しみにしてください。さあ SNS での勝敗予想もありますので、ぜひ皆さんも参加して一緒に楽しんでください。さあそして勝敗予想に加えまして、昨シーズンに引き続き今年もオンラインでのファンの皆様からのチアボード、これも募集しております。インターバルの間にバンバン、ね、流れますね。
でこれ結構ねみんなでうまいねとかね見てますよね今にも動き出しそうとかね選手の方も見てますんで皆様ね、はい、ぜひさあ今シーズンはですね新たに LGL のオリジナルスタンプを用意させていただきましたのでそちらも皆様使用していただきチームの皆様応援してください。詳しくは LGL の公式ツイッターをご確認くださいということで、はい、さあそれではゲーム1を戦う福岡ソフトバンクホークスゲーミング VSV3 e スポーツのスターター紹介してまいりましょう。こちらとなっております。まずは福岡ソフトバンクホークスゲーミングのスターターです。トップアパメン、ジャングルタッスル、ミッドダッシャー、 ADC ゼニット、サポートコーポラル、こちらとなっております。続きまして V3 スポーツのスターターです。トップコグコグ、ジャングルムジン、ミッドエース、 ADC ハロー、サポートライナ、こちらとなっております。はい、ありがとうございます。さあ続いて両チームの注目ポイント、キャスター陣の皆様からお話聞きたいと思います。まずは SHG のレーニングということですけれども、こちらはじゃあレボル君から、はい、レボルさんお願いします。そうですね、その、まあ、かなり苦しんでいる SHG なんですけども、相手のジャングルのポジションが分かった時、ここですね、相手のジャングラーのオラフが見えた時はアパメン選手かなり積極的にダメージのトレードしに行って、連戦でソロキルを取っているというようなシーンが全部戦であったんですよね。ここずっとスティール選手のポジションが分かっていて、前に強気に強気にスキル振っていってダメージのトレードからの1キルという形を作っている。ただし敵のジャングルが見えてないとこういう強気なレーニングしてないんですよ、リスクを考えて。なのでいかにその序盤のレーニングのところで強気に行くかといったところで、ワーディングであったりレベル1のところで敵のジャングル入っていって、ジャングルのこう回り方、相手のジャングルの回り方といったところをしっかりと予測できるようなワードの置き方をまずはしていくというのが SHG にとって、まあ、一つ改善策になるのかなという感じがしますね。見えてさえすればそのアグレッシブな部分が出るので、いかにそれをチーム全体として引き出していくのかというところで、ただ最近、まあ、ここまでのところうまくいってないのはワードがあまりうまく置けてないとか、ワードを置くスタッツに関しても SG は、まあ、LGL の中で最下位なので、そういったところの改善というのも重要になってくるのかなという感じがしますね。はい、相手さんはいかがですか。そうですね、まあ、言ってもらった通りなんですけど、気になっている点としてやっぱり DPM ダメージが本当に低いんですよ。チーム全体でも、まあ、かなり下の方、最下位に値する、まあ、ダメージ、シェアを取っているので、まずレーニングでどれだけダメージ、トレードを行えるか、そこに乗っかれるかっていうのはすごい大事なんですけど、 SHG が勝ってる試合っていうのはファーストタワーを取った試合っていうのは勝ったんですよ。でそれ以外の試合は全部1本目のファーストタワーが取れてないんですよね。なのでまず一番最初にマップのコントロールというか主導権を取ってからスタートするっていうのを意識して試合に挑めたらいい結果が生まれるんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。さあ続いての注目ポイント、一方 V3 e スポーツですが、ファーストブラッド 100% ということで、こちらすごいですよね。すごい、はい、さあレボルさんお願いします。とてつもないですよね。4試合を行って全てファーストブラッドを取っているのが V3LGL 唯一で、面白いのが全てにムジン選手が絡んでいる。ムジン選手が常に100あファーストブラッドに絡んでいて、序盤の有利をまずは作っているというのが、やはり昨シーズンと同様 V3 の強みなのかなという感じがしますね。ジャングラーがブギ選手からムジン選手に変わっても変わらないというのが、なんというかチームのカラーというのがこういったところに予告出ているというところは大きいなと思いますね。今ファーストブラッド4試合4つ今出てるんですけど、必ずムジン選手フラッシング夢の中へ。そしてファーストブラッド今 KDA もムジン選手ってファーストブラッド絡むってことは積極的に眼光するプレイヤーっていうのがよくわかると思うんですけど、やっぱりリスクも高いんですね。眼光に行くっていうのはファームをある程度する時間がないわけですから、その中で失敗したら、まあ、大きなマイナスなわけですよ。ただ KDA が 11.25 ということで全プレイヤー中今2位を走っているんですよね。いかにその精度が高いかというのがよくわかりますよね。なるほど、皆さんその辺注目してご覧いただければということでございます。さあここで1点情報がございます。こちらです。コグコグ選手が本日誕生日ということで、おめでとうございます。だから自分のバースデープレゼントのためにもね、そうですね、今日は勝たないと、本日を勝っていただきたいということで、さあ辛いもの、辛い食べ物全般が好き、強いんだ、で趣味は映画鑑賞ということで、
選手として心がけていることは感情的にならない。あ、冷静さ大事ってことですかね。これやっぱ相手さん大事なんですかね。いや、そうですね、ついカッとなってしまうこともやっぱりどうしてもありますけど、一歩こう引いて見れる自分がいるとやっぱり冷静さが保てますから、まあ、そういうのはベテランプレーヤーならではなのかなという感じしますね。あ、なるほど、先輩としてこう冷静に、ね、全体を見れるというのは大事なんじゃないかということでございます。さあ、そしてチームから聞いたエピソードでございます。コクコク選手の頑張りについて驚いた件ということで、ソロ級の練習の日に17戦やったことをコーチに楽しそうに報告していたと。すごいですよね、これね。あの、だいたい1試合30分前後なので、はい、17戦あの510分あの9時間弱、集中力もすごいですし、すごいですよ。それを嬉しそうに報告ですよね。嬉しそうにということが本当に好きなんですね。だから好きこそものの上手なれという言葉が、これそういうことですよね。はい、さあ、コーチは1年あるから最初から飛ばしすぎないようにゆっくりと逆眺めたというね頑張りすぎないでよという。さあ、そして試合の日の国宝選手の必須アイテムということで、はい、試合の日ティッシュとタオルが常備されていますと。これなぜかというと、緊張から手汗がすごくて、あ、試合に支障、やっぱハンドスキルに滑っちゃったりとかあるからってことですかね。あるってことですもんね。だからそこを大事、だからこの選手の皆さんね、手が冷えるときは絶対北海道持ってたりとかね、温めてますよね。だから手先というのは大事ということですよね。だからゲームのことじゃなくて、こういう選手のことも掘り下げていくとね、そうですね、試合がより楽しみになりますからね。そういうところもね、注目してください。さあ、それではレボルさん、アイズさんの注目ポイントを踏まえまして、両チームの注目選手でございます。福岡ソフトバンクホークスゲーミングはタッスル選手、そして V3 e スポーツは無人選手ということでございます。さあ、こちらレボルさんからいきます。そうですね、はい、その連フェーズのところで、連戦の段階で V3 がまずファーストブラッドを取って、そこからこうゲームのコントロールを取っていくというようなチームになっていますから、そしてファーストブラッド全てに絡んでいる無人選手が、はい、そういった軸になってくるわけですね。その軸の無人選手のポジションをタッスル選手は把握することができると、アパメン選手やダッシャー選手といったところが非常にレーニングやりやすくなってくるといったところで、このタッスル選手は序盤のジャングリングで無人選手のポジションを把握するとか、カウンターの準備をするとか、そういったところができると、SHG としては非常に戦いやすくなってくるのかなというところで、まあ、この2人を注目選手に挙げさせていただきましたね。なるほど、はい、としてはですね、データでまあ見るとタッスル選手がかなり不利な、はい、データに、ね、まあ、なっているというのは分かると思うんですけど、はい、決してそれ以外のデータで、あのファームの数値だとかはほとんど変わらないんですよ、実は他の選手とタッスル選手は。劣ってるわけではない、はい、ただファイトになった時に結果を出しているか出せてないかで、このスタッツの差が大きく出ているんですね。だからファイトになった時にどれだけタッスル選手がやっぱりその KDA、まあ、デスせずに蹴るアシストをチームに貢献するかは本当にこの試合では重要になってますね。ムジン選手は非常に精度高いですから。なるほど、ということは皆さん、ムジン選手とタッスル選手、ここの VS、ここ注目ってことですね。かなり注目ですね。はい、ぜひ皆さんここお楽しみに見てくださいということでございます。さあさあ、それではさあさあでさあにちょっと私のレーニングが今季あんまりうまくいってないかもしれないですけどね。ちょっとかかっちゃってますね。そうですね、ちょっとかかっちゃってるんですよ。なんか今シーズンからちゃんとできるぞっていうところ見せようとしちゃってね、キャラちょっと入りすぎちゃって、まあ、そうなんですよちょっとね、ちょっとさ、参りましょう。まあ、こんなことはいいんですね、はい、さあ、それでは皆様、注目ポイントをいろいろ踏まえまして楽しんでご覧ください。それでは試合の方参りましょう。ゲーム1、福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS V3 e スポーツの試合、まもなくです。LJL2021 スプリングスプリットウィーク3ゲーム1、福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS V3 スポーツの試合の模様をお送りいたします。改めまして、実況の家がる解説にはリクルーツさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、注目選手はジャングル、両チームのジャングルということになりましたけれども、リクルーツさんはこの試合どのように見てますか？そうですね、まあ、ほとんどもう詳しくアナリストデスクの方で解説されたので、まあ、その通りだなと思うんですけれども、はい、まあ、SHG、まあ、言われてた通り、とにかくこうチームのスタイルであったりっていうところの明確化、まあ、あとはそのタッスル選手がどれだけ無人選手にカウンターできるかっていうところですよね。ただこれに関しては結構いい情報があって、ウィーク1のところだとタッスル選手結構そのファームを中心的に行っていて、レーナーと寄り添う時間っていうのが少なかったんですけど、はい、ただその数値がですね、だいたいこのウィーク1からウィーク2にかけて各レーン 5% から 10% ほど伸びてるん
ですよね。なので結構その例内に対するカバーっていうところはだんだん厚くなってきているっていう部分ではあるので、またそこの上昇が見られるとウィーク3では、違ってくるのかなというふうには思いますね。ちょっとそのやはり自分たちでもうまくいっていないという部分をこう改善しつつあるのではないかっていうような傾向なんでしょうかね。そうですね。さあドラフトが始まったようです。ブルーサイドは福岡ソフトバンクホークスゲーミング、レッドサイドは V3 e スポーツです。サイド選択権は福岡ソフトバンクホークスゲーミングが所有しており、ブルーサイドを選択しました。まずは SHG としては、まあ、トップサイドから作っていくジャングルと、この2人の連携から序盤から崩していく、そういった意味で核となるレネクトン、ジェイス、この2体は消しておくというような選択になりましたね。ただ V3 スポーツは先週アイバン腕は見せてますよ。ちょっとそのあたりも気になるところですが、おただ全部消しましたね。 V3 e スポーツがウディア、タッスル選手に対してのターゲットバンを3つ、この3つに共通しているのはファームがかなり速く、はい、カバーの動きがしやすいチャンピオン3体ですね。ですからそういったタッスル選手のファームの速度、そしてカバーの速度を制限するようなバンになりましたね。おただ福岡ソフトバンクホークスゲーミングファーストピックパンテオンです。結構今のメタだとそのジャングラーとして起用してアルティメットオブエイトの奇襲だったりとか、単純にレベル5以前のタワーダイブ、そういったところで序盤から積極的に作り出していくピックになっているんですけど、これはもうタッスル選手が仕掛けるというような意図で取ったということだと思いますね。もう積極的にガンクをしていく、それこそレーナーのカバーっていうところをふんだんにこう序盤からしていくよっていう選択ですよね。そうですね。そして開始でやはり今強力な解散とフレックスで使えるセット、はい、それを見てのサミラレルですか。これ強気に行きました。ただサミラは今のところかなりこう、はい、活躍できていないチャンピオンですからね。そうですね。この LJL においては今のところ0勝5敗ですか。うん、5回ピックをされてますが未だに勝利を挙げることができていません。さあ V3 e スポーツはサードピックタリア、まあ、このパッチ 11.2 においても依然として強力とされるチャンピオンになります。ジャングルタリアですね。そうですね、まあ、序盤から作り出していくことができる、まあ、移動速度が圧倒的に速いですからね。レベル6以降はビーバーウォールも使えますし、無人選手が主体となってダメージを出すこともできる、非常に相性のいいチャンピオンになってきますね。さあここからセカンドバンフェイズは V3 スポーツからです。まずはゾーイ、ミッドに対してダッシャー選手に対してのバンというところをしてきました。まあ、パンテオンのジャングルが濃厚だというところが見えている中で、まあ、ダッシャー選手に得意チャンピオンを取られてしまうとジャングルミッドのラインから潰しに行く、上半身から潰しに行く V3 スポーツの狙いが少し作れなくなってしまうということですから、うん、そこを警戒したバンになってますね。さあ対する福岡ソフトバンクホークスゲーミングはアリスターということでサポートへの番になります。ここはもうサポートへの番2つ続けてきそうですか。ちょっとまだわからないですね。その瀬戸がどこに行くのかっていうところの警戒だと思うんですけど、アリスターは単純にレルが相手したくないっていうところで番をしたんだと思います。瀬戸がミッドであるケースはアリスターが嫌だっていうことですね、はい。まあ、これ以上番をしても、まあ、瀬戸サポートを回られても厄介だということで別のチャンピオンを番する可能性はありますが、どうしますかね。まあ、確かに V3 スポーツであればミッドセットというのも結構確率としては高そうにも見えますが、あとサポートとセットが最近ちょっとうまくいってないっていう部分もあるので、そこまで入念に使ってこないんじゃないかっていうところで予想が立ちやすくはありますね。あ、ここは変えてきましたね。ラスト番はなということでトップレーンへの番に変えてきました福岡ソフトバンクホークスゲーミング。やはりアリスターだけは、はい、ダメだということでですね。さてここからセカンドピックフェイズです。 V3 スポーツ残っているのはこの瀬戸次第ではありますけれども、トップそしてサポートがミッドと、まあ、一旦先出し安定のトップレーン取っておいて、瀬戸をどちらに置くかを最後まで隠すか、それともここでもうサポート出して、おーただブリッツクランクなんですね。どうなんでしょう、レル相手にこうブリッツクランクっていうことになりますけど、そこまでこういい印象はないのかなとは思いますけど、ただ即時でサイレンスが打てるっていうことが、はい、サミラに対してはカウンターになりえますよね。そしてあとパンテオンが見えているので結構飛び込んでくる構成になるというところでもブリッツクランクのアルティメットは結構カウンターと指揮のしやすいですね。ブリッツといえばなんていうかその Q のグラブっていうところが目を引きますけど、それよりもアルティメットによるサイレンスだとの方を重視しているようなイメージはありますね。あ、なるほど。あ、そして福岡ソフトバンクホークスゲーミング面白いですね。グラガス、さらには明かり、これちょっと明かりナーフされてこのパッチ 11.2 だと使われないんじゃないかっていう予想もありましたけど、それでもダッシャー選手であればっていうことのようですね。
まあ、やはりこういった突撃型の構成になるので強気にも行きつつただ柔軟に戦えるブリッツクランクの選択が効くのかどうかっていうところも注目ですね。さあ V3 スポーツラストピックはサイオン。このコグコグのサイオンというのは強烈なインパクトを残しましたから選手。そうですね、ただ今回ちょっと違うのが、はい、結構 SHG の構成はかなり5人全員前のめりでバックラインにすぐさま突っ込めるチャンピオン5体っていうところなんですね。前回だとこう前からの溶かし合いになったので、はい、サイオンのフロントラインとしての機能っていうのがかなり強かったんですけど、こうなってくるとサイオンを無視されてしまってタリアやカイサまで突っ込まれてしまうっていうのが V3 スポーツにとっては一番、されたくないそういった集団戦の形になるので、コクコク選手の CC の当て方、スキルショットの打ち方っていうところにも注目してみてくださいね。まあ、本当サイオン自身は硬いですけれども、まあ、無視をされてしまって他のプレイヤーが倒された後に、まあ、周り取り囲まれて一気に落とされるなんていうのはね、結構いろんな地域でも見られてる動きですから。そうですね、はい、ちょっとダメージっていうところでも、まあ、デッとした後なら、まあ、多少は出ますけど、まあやっぱり他のチャンピオンに比べると出しづらいチャンピオンですからね。さあ改めて両チーム構成このようになっております。どうなんでしょう、その序中盤にかけては両チームどのように考えてきますか。まあ、SHG としてはとにかく仕掛けて仕掛けてっていうところを考えていくと思いますね。アカリにしてもサミラにしてもやはりゴールドが必要なチャンピオン、そして、まあ、アカリは特にですかね、はい、アイテムがないと失速してしまいがちなチャンピオンにもなりますから、ここをジャングルミッドのラインからのスノーボールっていうのは積極的に狙っていきたい、うん、一方でそこを抑えつつ V3 スポーツとしてはタリアとカイサー、この2名がキャリーラインとしてしっかり軸になってます。フロントラインはサイオン、セト、ブリッツクランク3名いますから、相手にゴールドを与えないようにファームをしていってイーブン状況で進んでいけば集団戦勝てるというふうなプランでいくと思うんですね。かなり序盤アクションを取っていかなくてはいけないという福岡ソフトバンクホークスゲーミング、まあファーストピックパンテオンですから、まあ当然ですよね。どうなんでしょう、そのジャングル対決っていうところが注目ポイントとして挙げられてましたけど、やはりこの試合においてもその影響っていうのは大きそうですよね。大きいと思いますね。結構そのタッスル選手の強みっていうと、はい、まあ、得意チャンピオンのところでよく挙げられるリーシンとかがイメージ強い方は多いと思うんですね、はい、こう序盤から積極的に仕掛けていくプレーっていうのがタッスル選手本来の強みですから、ちょっと今のファームメタ、ファームジャングルのメタと合っていない中で苦しみながらも今回パンテオンの選択、まあ、どちらかというと自分の気質に合っているチャンピオンの選択になりましたから、ここがどう出るのかっていうのは楽しみですね。ちょっとそうなると V3 スポーツ そのドラフトの組み立てっていうところもなかなか興味深かったですよね。ファーストバンフェイズジャングル A の番を3チャンピオンしていたにもかかわらず、まあ、パンテオンは開けたわけですから、まあ、あえてこう序盤からアクションが取れるチャンピオンっていうのを取らせたようにも見えますよね、はい、そこを無人選手であれば確実にカウンターできるとこまで読んでいる可能性、まあ、あとはソロレーナーがサイオンとセットじゃないですか、はい、めちゃくちゃ硬い、なおかつシールドがあるので、そういったダイブに対してのカウンターっていうところはかなりできやすいチャンピオンたちなんですね。ですからそういった意味も込めて取らせて序盤のアクションは、きっちり抑えていくよっていうのが V3 スポーツサイドの狙いだと思いますね。確かにちょっと明かり対セットですとここ崩すのなかなか大変ですよね。そうなんですよね、CC あったとしてもやっぱりセットは W のシールドがありますから結構キルを取るまでは難しいっていうところが特徴ですからね。まあ、ただその中でその仕事をやってのけなくてはいけないのはタッスル選手になります。まあ、ちょっとスタッツの面では結構こう苦しんでるなっていう風には見て取れるわけですけれども、まあ、ただねあのタッスル選手の過去のシーズンの活躍っていうところを知っている人からすればこんなもんじゃないぞっていうところありますよね。そりゃそうですよね、LGL 一時代築いたジャングラーですから、ここでしっかりと見せてくれるというのは間違いないと思いますね。まあ、福岡ソフトバンクホークスゲーミングここまで苦しんでいますが、この試合どのように見せてくれるか非常に注目です。それではもう間もなくゲームスタートです。さあ始まりました LJL2021 スプリングスプリットウィーク3ゲーム1、福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS V3 スポーツスタートです。さてまず序盤の組み立てにはなりますが、トップサイドにちょっとインベードを警戒したようなポジションを取っているのは V3 スポーツです。ブリッツクランクということもあるのでレベル1のところで仕掛けていくっていう選択もなくはないですが、ただここは慎重を期してと
ということですね。一応ブッシュに対してロケットクラブ一発放っていきましたが、そのブッシュには構えていませんでした。あと結構このパンテンを使った時にレベル1でもう相手のジャングルからスタートをする、はい、みたいな選択を取ることもあるので、そういった警戒もありましたね。パンテンを対象してサンを取ることもできますからね。レベル1ハイト結構強いんですね、はい、さあただここはお互い自陣のジャングルからのスタートになります。福岡ソフトバンクホークスゲーミングはボットサイド自陣のレッドバフから、 V3 スポーツも自陣のレッドバフからですが、トップレーンサイドからのスタートとなります。お、 AI フーベルウィンでは 57% V3 e スポーツウィンということで、まあやはりブリッツクランクはピックされてますからね。あ、まあ確かに確かに、うん、一致ボーナスってことですかね。そうですね、はい、まあそれを除いたとしても、はい、やっぱりこのサミラっていうチャンピオンの勝率の低さだったりとかっていうところは影響してそうですよね。さあこのレベル1でのボットレーン、ロケットクラブをまずはライナーが当てていきます。ダメージトレード勝っていきました V3 スポーツ。まあ、この降りている状況はかなり移動速度遅いですから当てやすくはありましたね。ただシールド分でなんとかごまかしたという状況ではありますが、まあ、やっぱり落ち着いたスタートっていうところは狙ってそうですね。まあ、無理にキルを狙っていくのではなくてダメージトレード有利に立ってからと、そういった動きにも見えましたボットレーン。あとはこの SHG としてはナーフされた明かりがどれだけ活躍できるかですよね、はい、ダッシャー選手であればということでピックしたんだと思いますが、相当気の消費量増えてますからね。いや、そしてフェイスブレーカーをきっちりとヒットさせていくエース、ヘイメーカーのダメージも入れながら体力有利を築き上げます。トップレーンはアパメンがまずはプッシュをする形。まあ、アパメン選手は悪撃の選択ということですから、おそらくこの後、まあ、タンクビルドっていうところに進んでいくと思いますね。トップレーン、おっとっとっと、無人がボットレーンにカバーに入りました。プッシュを手伝います。ちょっとリコールタイミングずれてしまっているので、そこのカバーと、まあ、あとはここからジャングラーやはりスカトルを借りたいというところで、そこも寄せての動き、やはり無人選手に対してのカバーが手厚いのが V3 スポーツの特徴でもありますね。しっかりとボットレーナーを寄せながら、ボットのリフトスカトルのコントロールは V3 スポーツです。さあ福岡ソフトバンクホークスゲーミング、まずは自分たちからのアクション、ファーストアクションをどこで取るかというところ注目ですが、まずはタッセルはこのタイミングリコールを入れています。どうでしょう、この状況を見るとどこから仕掛けるのが良さそうとかありますか。まあやはり一番キルを起こしやすいのはボットだと思いますね。ガンクのセットアップに関してもサミラレルであればしっかりとできますし、どうしてもミッドとトップがセットとサイオンで相当硬いので、はい、狙いづらいというところもありますよね。ちょっとカウンター怖いですよね。まあ、あとここでボットで有利さえ作っておけばドレイクにもつなげやすいですし、あかりサイドレーンでのアクションっていうところも狙えるので、マップ全体を使ったアクションを取るときにドラゴンの入りが取れているかどうかっていうのは結構重要になりますからね。さてこのタイミングで無人がトップサイドにいる情報が福岡ソフトバンクホークスゲーミングに渡りました。ミッドレーンではダッシャーが体力エリアを生み出しています。ただエースにはテレポートが残っている。ダッシャー選手も一応テレポート残ってますから、まあ、ウェブのアドバンテージ握って自分のいるのタイミングでリコールしたいということですね。テレポートを使用するエース、そして無人はタッセルが入ってくることを読んでいるか。サイズミックシャープで追い返しながらスレッドボレーのダメージを返していきます。いや、ここはダッシャー選手が強気に行きたいタイミングなので、ミッドレーンカバーの動き、さらにはジャングル入っていって自分の位置を特定しに来るんじゃないかというところまで読んでの動きですよね。まあ、この辺りがやはり無人選手の序盤の強さというところを表してますね。そしてここから無人ミッドのプッシュを手伝います。やはりその V3 スポーツは序盤はしっかりしのいでいけばいいということもあって、無人は眼光狙うのではなくてこういったカバーする動きが目立ってますね。とにかくこういった動きで相手を牽制して序盤にアクションを取らせないようにしてますよね。さらにはこれで無人選手にもファームが集まるので、はい、よりキャリーしやすい状況というのも作れますね。そしてこのタイミングでボットレーンへ、ただここはボットレーン警戒して引いています福岡ソフトバンクホークスゲーミング。
ムジン選手ファーストちょっとゾーニャも見てますか。そうですね、いや本当に最序盤は安定させてっていうところ狙ってますよね。うん、しっかり構成通りということになります。さあこのグロンプを狩る動きはコントロールワードが置いていますが、これによってタリアがボットサイドいることも見えてますね、はい、この動きに対してボットレーンカウンターでガンク合わせるのか、うん、どうするかですね。絶好のチャンスではあります福岡ソフトバンクホークスゲーミング。ロケットクラブはブレードワールでしっかりと対応していますと。そして無人はリコールを完遂、まあ、もし仕掛けてくるのであればタッスルとしてはアルティメットを使いながらのカウンターというところも見ていましたか。まあ、やはりそこがパンテオンの一つ強みでもありますからね。どこにいたとしてもアルティメットですぐさま駆けつけることができる。さすがに逆サイドは厳しいですが、ある程度の距離なら一瞬で近づけますからね。さあプレッシャーをかけていきますライナー。まあ、このあたりでちょっとボットレーンのアクションを見ないとなると、次30秒後に巻くリフトヘラルドでここ確実にコントロール取って序盤のゴールドのスノーボールというところを狙っていくというところになりますかね。もしくは SHG としては、まあ、パンテオンの序盤の脅威を使って相手を牽制するだけしてレーナーが1対1、2対2に集中できる環境を作り出すというためだけの動きになるかもしれませんが、まあ、無人がちょっとミッドレーンに姿を見せるように動きましたが、打者も対応してさすがれの帳展開していました。トッスルとしてはここまではファームを続けてという立ち上がりです。さあミッドレーン仕掛けていくダッシャー、本心手裏剣から距離を詰めていきますが無理には奥にはいきません。無人のカバーがありました。あ、そしてあれギフトヘラルドを狙っていきますか。両チームともにかなりこのリフトヘラルドを意識した動きが起こっています。そうですね、 SHG としてはボットレーン先に2人でプッシュして、あ、ただサミラは残りますか。そしてこのタイミングライナが姿を出す、コープラルもカバーに来ます。そしてトップサイドに流れていくのは V3 スポーツです。タッスルはちょっとヘラルドは触っていたんですがキャンセル、まあ、ただこうキャンセルしている時間帯で、まあ、ウェブの主導権取ってっていうことですよね。まあ、カイサがボットレーンにいる居残ってファームをしているのを見てサミーラも寄って人数差つけてそのままリフトヘラルドコントロールするという動きになりそうですね。ナゼニトを寄せてフラッシュインからジキラン流仕掛けていくが、ショーストッパー対応するのはエースライナー、フラッシュアウト、5連くらいのダメージ、フェイスブレーカーでエース手前に寄せていきますが、偉大なる性能飛んできたタッチのロケットグラブから掴んでいるのはライナー。さあただここ相打ちになってファーストブラッド獲得は V3 スポーツ、ただゼニットがキルを返して1位ストレートになります。ここはうまくライナ選手カバーしましたね。人数差つけられてしまってかなり苦しい状況の中でタバシャに吹き込んで11トレードに持ち込んだ。さあちょっとつもうしん V3 スポーツコグコグプレッシャーをかけて下がらせたリフトヘラルドは V3 スポーツが獲得。おごり壁に打ち付けられるようになっているのは無人、そしてヘラルドピット内の集団戦はエースが捕まっています。ゼニトがキルを抑えて2キル獲得となりました。ゼニト、ただ V3 スポーツとしては自分自身が強い中盤の集団戦に向けてこの時間帯に相手にゴールドを加速させられなければいい、まあ、ヘラルドを要するに取ればいいというアクションだったので、はい、かなりいいトレードになったと言えると思いますね。 SHG としてはここで取っておけば相手が強い中盤の集団戦の時間帯で楽ができるのでぜひとも取りたかったオブジェクトだっただけに、まあ、少しもったいない形に なりましたよね。いやここよく当てましたね。落下地点4でしっかりと命中させましたね。そしてここからトップレーナーのアパメンが一人でこのヘラルドを触っていたわけですが、まあ、ジャングラーの差があるということで無理をしてもスマイルと勝負負けてしまうと、まあ、明け渡さざるを得なかったということですね。エースはヘラルドの瞳を獲得するべく、まあ、デッドこそしましたがしっかりと抑えることには成功しています。そして V3 e スポーツ次なる選択はマウンテンドレイク、まあ、リコールのテンポが取れて
先に触れるという確信を得てのスタートですね。ボットレーンの状況を見てもかなりライナ選手がヘクスラッシュ使いながら主導権握れてましたし、やはり V3 スポーツこういったオブジェクト周りミスがないですね。うん、あとはこの自身のパワースパイクを正確に相手に押し付けることができるかどうかですね。エースヘラルドの瞳を持っています。無人が姿を出しました。このミッドレーン、まあ、これは無理に破壊するというよりもしっかりとタワーにぶつけてタワープレートゴールド2枚回収するというのが重要ですね。ただまだここでは使わないようです。ちょっとボットサイドの方に流れていく。そしてこのボットレーンの 2V2 ではウェーブのコントロール自体は V3 スポーツが継続して取っています。ロケットクラブ反応してブレードワール、まあ、V3 スポーツとしてはこれこう別にボットで仕掛ける必要性はないですからね。仕掛けるプレッシャーだけかけてとにかく相手を下がらせてアクションを取らせないという動きが重要ですからね。さあボットレーンに動いているタッスルです。ミッドレーンサイズミックシャーブ狙っていきますが、本身手裏剣返していくのはダッシャー。偉大なる精度からのカウンター、ショーストッパー飛ばしていくエースですが、ダッシャー素早く距離を取って無人を孤立させた。福岡ソフトバンクホークスゲーミング、タッスルが1キル獲得に成功。アルティメットを駆使したガンクになります。これ素晴らしいですね。さらにはテレポートからちょっとタワーダイブを見てやろうかというような赤目選手の位置ですが、さすがにやめましたね。うん、ここは先ほどボットレーンにかけて仕掛けてくるんじゃないかというところでローテーション V3 スポーツ見せたので、それに対してミッドレーンに戻ったタイミングであれば相手がバラバラだろうということで強引に仕掛けていきましたね。さあリプレイです。このタイミングですね。ボットレーンのウェーブの主導権が取れた。カイセがボットレーンに1人残っている。これを見てすぐさま仕掛けましたね。こういった形でどんどんアクションをかけて SHG としてはどんどんゴールドを稼ぎたい。 V3 スポーツはミッドレーンにヘラルドを召喚してタープレットのゴールドの獲得を成功させています。まあ、やはり無理をせずにゴールドの獲得のみに抑えましたね。あとはミッドレーンに召喚しておくことによって次ミッドレーンにプレッシャーがかけられるタイミングでミッドレーンのタワーを降りやすいというのも、まあ、いい要素ですよね。現在試合時間としてはもうすぐ14分という頃合いですけれども、どうなんでしょう、ここまでの試合展開はどちらのチームがこううまくやれていると言えそうなんですか。どちらもまだイーブンに近いかなというような印象はありますね。 V3 スポーツとしても多少キルは取られながらも主要なオブジェクトはしっかりと取れている、はい、そしてファーストアイテムの完成というところまで、まあ、難なく向かいそう。一方で SHG としても、まあ、ゴールドオブジェクトは取られてはいますが、ただキルアクションというのは正確に行えてますから、うん、両者ともに狙いを遂行できているというような状況ですね。まあ、ですからここからよりゲームテンポっていうところを早めていければもちろん福岡ソフトバンクホークスゲーミングの方がいいですし、このままこうスローペースで終えるのであれば V3 スポーツの方がいいと。そうなりますね。それが分かるのが次のヘラルドのタイミングですね。うん、ミッドレーンではダッシャーがレベル11に対してエースがレベル10。まあ、ミッドレーンにキルが入ったというところもあってかなりアクションとしては福岡ソフトバンクホークスゲーミングダッシャーの方が有利を作っています。ボットレーンではワンフックからゼニトの体力を半分ほど削りました。これでリコールのタイミングの主導権が取れれば次のリフトヘラルドに対してボットレーンの2人が寄りやすいという状況を V3 スポーツとしては作れるんですね。ただ、まあ、その状況は避けたいのでもうリコールしてしまおうというのが SHG の判断ですね、うん、そしてテレポートを持っているダッシャー選手がボットレーンに行くことによってロスなくリフトヘラルドを開始できるというようなローテーションに切り替えましたね。これ素晴らしいですね。素早い選択から主導権取っていけそうです。福岡ソフトバンクホークスゲーミング V3 スポーツとしても一応ハロー選手のクラーケンスレイヤー、さらにはスレイテッドダークの完成というところまではこぎつけてますから、最低限集団戦をしてもダメージは出る状況ではありますね。あとゾーニャの砂時計も完成しましたか。無人がそうですね、完成させています。あ、そしてこのタイミングでエースストライドブレーカーもできましたね。これで一旦はというところではありますけど、まあ、万全を期すなら、はい、
無人選手のミシックアイテムの完成というのを待ちたいので、ヘラルドで無理をせずに逆サイドのドレイクとタワーを狙いに行くというのが V3 スポットの判断ですね。いや冷静ですね。無人はボットサイドに構えています。さあビーバーボールを展開してエースがストライドブレイカーを使いながら前に出ていった。フェイスブレイカー、そしてクラッシュインでゼニトを飛ばした。ゼニト素早くフラッシュ、そしてヒーローを使っての対応になります。いや両者ともに狙いが鋭いですね。SHG としてもそのトレードに持ち込まれているようではダメなんですね、はい、ですからミッドレーンのアウタワーをじりじり削っていって、より相手よりも多くオブジェクト、さらにはゴールドを取りたいというような狙いだったんですけど、させませんでしたね。 V3 スポーツは仕掛けていってサモナースペルの有利を取りました。さらにはこれ体力もかなり削られていますから狙っていく。タッスル、偉大なるセイロ入ってきたところにサイズミックチャーブ、ロケットグラブ CC チェイン、お見事 V3 スポーツ。いやこれ E を打つ前に仕掛け切りましたね。いや降りてきたところで先にいい展開して味方の合流を待ちたいっていうのがタッスル選手の狙いだった、はい、まあ、さらにここで仕掛けないとこのアウターは一方的に取られてしまってゴールドのアドバンテージ取られてしまうというのが相当 SHG にとっては厄介な状況になりますから、狙いとしては良かったと思うんですが、対応がやはり V3 スポーツ素晴らしかったですね。本当にその E を打つ時間を与えさせませんでした。一切与えさせませんでしたね。いやこれでミッドのアウタータワーの獲得にも成功、ファーストタワーになります V3 スポーツ。ファーストタワーということもあってゴールド逆転しましたね。しかもドレイク2つ先行してるわけですからね、はい、かなりこう一連のアクション、今の一連のアクションで V3 スポーツ有利に傾きましたかね。傾いたと言えると思いますね。まあ、あとは、まあ、SHG としてはちょっとヘラルドを取ったわけですから、はい、これでなんとかゴールドを加速したいっていうところはあると思うんですけど、ミッドを折り返しますか。そうしないとちょっとコントロール取れないですからね、マップのコントロールが。かなり人数をかけていきながら打者テレポートありますが、ここが一旦そのボットサイドの方に流れていきます。ライナがただプレッシャーかけていきますね。やっぱりこう飛び込んでいくところに対してブリツクナクのサイレンスが相当邪魔ですね。飛び込んでいってスキル吐きたいんですが、サイレンスで何秒か何もできない時間を作られてしまうということで、強気なプレーっていうのが起こしづらい、起こしたとしてもカウンターを先ほどのようにされてしまうっていうような状況になってますよね。サイズミシャーブ、ここは当たりません。ボットサイドのリバーの視界のコントロール取り合いが起こっています。そしてタッスルはここでミッドレーンにヘラルドを召喚しました。そう、 V3 スポーツどうするか。このヘラルドのタックルが決まってかなり削れはしましたが獲得には至りません。そしてちょっとつ猛進コグコグ、ただこれは移動しきるのではなくて一旦手前でキャンセルしました。まあ、これはもうプレッシャーかけるだけかけてミッドのアダターに触らせないぞというような動きになりましたね。やっぱり V3 スポーツとしては無人選手のミシックアイテムが欲しいんだと思いますね。そこがあれば集団戦したら確実に勝てる。 V3、SHG としてはそれが完成する前にこの3つのアウタータワーだけは最低でも降りたいという動きですね。ゼニトがプッシュ、そしてダッシャーが姿を出します。ここは V3 スポーツも諦めています。3つのアウタータワー破壊に成功は福岡ソフトバンクホークスゲーミング。さらにはミッドのインナータワーにプレッシャーをかけますが、これはテレポートを2つ使っている V3 スポーツ。そしてロケットグラブはタスにヒットさせているぞライナー。ただこのタイミングでコーポラルも合わせてバックライン、タワーダイムの形になっているのは福岡ソフトバンクホークスゲーミング。ダッシャーがバックラインへ完成から1キル獲得には成功しますが、ハローも1キル返した。さらにはアバメンがボディスラムを入れてますが、これはタワーしたライナーがうまく逃げ伸びている。さらにはエースショーストップはタワーした引き取っていますが、ゼニトがここでインフェルトリガー起動までこぎつけた。しかしキルで V3 スポーツもきっちりとついていっています。3人トレード、タワー下にエースとここは逃げ切って有利なトレーダー福岡ソフトバンクホークスゲーミングですが、破滅王の入れた。ただフェロマンシー、さらには次期乱流エースが1キル返していきますが、コグコグが耐えている。エース獲得は V3 スポーツ。いやこれ返すのは素晴らしい。V3 スポーツとしてはインナータワーまでおられるとさすがにスノーボール仕掛けられてしまうので、それだけは避けたかったというカウンターだったんですね。ただ実際のところアイテムの完成がまだはっきりしていない中で、はい、それがちょっと悪手となってしまったようなカウンターだったんですよ。ただ最後のタワーダイブを跳ねのけた、これで一転して V3 スポーツ有利になりましたね。
ここはもう SHG が当たりたいタイミングですから、すぐさま仕掛けていってゾニアの外時計の上から潰していく。2回使ってムニン選手としても時間稼いだんですけど、それでも取り切った見事なアクションだったんですね。ただこの後ですよ、いやここからですよね。ここどうしても折り切りたいアクションに対してエース選手、国国選手が CCT に仕掛けて、もう相手に飛び込むしかないという状況作らせてからの、おっと集団戦ウィーバーウォール、タイルを塞いでいるのは V3 スポーツ、そしてコープラルが意を消して前に出ますが、ちょっと受け切れそうもないか。ハルがそのコープラルを打ち取った。さらにはここからゼニトハル破滅の斧がスリーマンノックアップ、相手の身動きを止めていますが、ここはゼニトが1キル獲得に成功。インフェルノトリガーすぐさまここをちょっと増進で止めている。エースと無人は2人で2人を対処しているが、その勝負に勝っていくのは V3 スポーツ。ダブルキル獲得はエース、いや再びエース獲得は V3 スポーツ。コグコグ選手素晴らしい、じっと立ち止まっているのは、この相手の高機動な構成に対して Q のノックアップ何回やってるんですか。いやお見事ですね本当に、相手の刺すタイプを本当させませんでしたね広告一人で。いや全くさせてないと言っていいと思いますね。バロン獲得にもこれでつながります。 V3 スポーツこれまだ無人選手ミシック相手も完成してないんですよ。そうですね、ですから CC が少しでも遅れたりずれたりすると無人選手がダメージを出し切るというのはほぼ不可能だったはずなんですね。ただまずはここで出した選手にプレッシャーかけて使わせて、その後のノックアップ、この後ですかね。いやこれ体力的には福岡ソフトバンクホークスゲームが前に出たいタイミングですよね。そうなんですよね、あかりもサミーラも十分前に出てダメージが出せるタイミング、バックラインの前で届けば一気に破壊できるタイミングでしょうね。さあ集団戦ダッシャーの体力がかなりロー、ただ横から入ってきたコープラル、コグコグがきっちりとダッシャーまで届き切って1キル獲得に成功。ショーストッパーエースが捕まえているのはゼニト、フレードワールド展開、そしてインフェルノトリガー起動まで行きますが、すぐにノックアップで対応するのは V3 スポーツ。そして残ったタッスルを取り囲んで V3 スポーツが持っていく。4キル獲得に成功、アパメンは残っていますが V3 スポーツは全員生き残っている。ミニオンせき止めますけど、ただ残ってますよね。ただギリギリちょっとエンドまでは間に合わなそうなデスタイムしてますが、そうですね、ゲーム時間がまだ23分ですから、コーパラルがもう5秒で上がってきます。さあネクサスタワー1本目割りに行きます。 V3 スポーツコーパラルでのロケットグラブはこれはわずかに左、そしてアパメンが後ろを取っている。おごり全体をばらけさせるように使っていきます。鋼の絆アパメンにつけたコープラル、そして排撃、これはライナーおとりになるような動きになります。ダッシャーがキルを獲得に成功。一応これでドレイクのコントロール自体は抑えられそうですね。ただ問題はこの時間帯にクラウドドレイク一つ取ったからといって逆転する要素にはならないということですね。 V3 スポーツはすでに2つドレイクを獲得しますからね。これがファーストドレイクですからね、 SHG はちょっと苦しいですよね。ただまあここはしっかりとそのクラウドドレイクを抑えていきます。ここまで集団戦立て続けに負けている状況で大きくゴールド的にもビハインド背負っている。さらには相手が今集団戦のパワースパイクを迎えている状況ですから、はい、SHG としては平対5対5は絶対にしたくないと思っているでしょうね。無人もミシック相手も完成させパワースパイクを迎えていると言っていいでしょう。最低でもタリアかカイサのどちらかを取ってからの集団戦のスタートでないと苦しいというような状況ですね。いやー本当にただ素晴らしいですね V3 スポーツ、ゲームテンポを15分までこれだけ抑えて、最大でも1500ゴールドの有利で抑えて自身のパワースパイクが来たら一気に反転していくと、まあ、というかパワースパイクが来る前にハンドスケールで押し返しましたよね。まあそうなんですよね。本当はその無人のそのミシックアイテムというところが気になるんじゃないかということでしたけども、うん、ただまあハロー選手のコアアイテムはしっかりと完成してましたから、はい、そこはまあハンドスキル分込みで逆転できるだろうということだったんですよね、うん、おそして V3 e スポーツこの段階でエアブリッツが 94% ミート見てるですよ。まあそれだけの差がついてますよね。うん、もうこれはそうですね、構成的にも
この時間帯になれば V3 スポーツ有利ですし、そしてこの時点でまあこのゴールド差ですから、そうですね、着実に V3 e スポーツがオブジェクトの獲得を成功させていきます。まあ、あとはミスなく、はい、オブジェクトを取り切るだけということですね。 V3 スポーツとしても最後の最後まで行ってしまうと、やはりアカリ、サミーラと強力なレートゲームキャリーいますから、ちょっと逆転のきっかけを与えてしまうということになりますからね。冷静に冷静に相手に有利を渡さないようにオブジェクトを取っていきたいというふうに考えてますが、それが得意なチームですからね。ここもトップのインナータワーを難なく破壊に成功します。広告バロンアップまでは2分を切っています。もう一度バロンを取って正確にというところですかね。相手陣地の周りでは集団戦を起こしたくないので、はい、まあ、バロンで釣って5対5反転で仕掛けていくだったりとか、まあ、バロンをスニークで取って一気にオブジェクトの有利を作っていくというところですよね。さあ、そのためのバロン周りの視界のコントロールというところもここから行っていきそうです。 V3 スポーツ、ここかソフトバンクオークスゲーミングも、まあ、手前からその視界のコントロール取り返していきたいんですが、ライナーのプレッシャーというところもうまく機能しています。まあ、理想はバロンの裏あたりにワードを置いて、はい、そこにダッシャー選手、アパメ選手テレポートして直にタリアであったり回線だったりといったところに飛び込めるっていう環境を作ることですけど、うん、まあ、それが、まあ、できる状況ではないですから、もうとにかくバロンが行われているだろうというところを予測して、そこに間に合うような布陣というのを作っておくべきだと思いますね。まあ、そのために自陣のトップサイドのジャングルにはワードというところを展開していけてはいます、福岡ソフトバンクオークスゲーミング。ただそのワードすらきっちりとライナ、そしてエースで持って破壊していきます。本当丁寧ですね、このあたりは V3 スポーツ。いや、丁寧ですよね。さあ、ただこのままではフリーでのバロン獲得ということを許してしまいます。まあ、仕掛けたいは仕掛けたいんですけど、相手の姿が見えてない状況だとそれが難しいですからね。うん、さあ、ここアバメンが身を挺して少し強めに前に出ていく。ハメツのツーマンノックアップ、そして横から合わせるライナーのロケットグラブ。さあ、バーストを一気に通して1キル獲得。インフェルノトリガーですが、すぐにショートストッパー、エース止めた。さあ、そのままゼニトまで打ち取っていきますが、集団戦の形1キル返すことにはダッシャー成功はしています。そしてもう一人ライナーも打ち取ったが、ただここでまたノックアップ。再び V3 e スポーツ集団戦4-2トレードとしています。タッスル懸命に逃げていきます。それを無人が追いますが、その間にミッドレーンから行っているのは V3 スポーツです。そのままネクサスまで見てますよね。リコールをキャンセルさせればというところですが、アルティメットで何とか逃れてリコールできますか。さあ、ただネクサスタワーはもう1本しか残っていませんよ。しかもタリアウィーバーボールありますからね、これすぐさま駆けつけられますからね。さあ、コープラルデスタイマーから復活、アゲノキズナから、そしてフェロマンシー、磁気乱流でネクサスから引き離したい。衝撃の盾意を決して飛び込むタッスルではありますが、ネクサスをそのまま破壊し勝利したのは V3 スポーツとなりました。本当に完成度の高い試合でしたね。 SHG があれだけこう序盤から仕掛けを仕掛けようとしてくる中 で、はい、でに対して何度も顔を出してカバーの動き、まあ、相手が狙っていなかったとしてもそこにいるよというプレッシャーをかけて相手に仕掛けさせない動きだったりとか、ただ中盤ちょっと SHG にキル盛り返されたなっていうところでもちゃんと我慢をして、はい、オブジェクトのトレードに持ち込んで自身のパースパイクを待ったという、あの V3 スポーツの正確なマクロコントロールですよね。焦りというところ全く感じられなかったですよね。感じなかったですね。最後はもうパースパイクが来た集団戦で一気に決めていったと、はい、この集団戦ダッシャーとしては、まあ、ハンドスキルの高さを見せる結果となったんですけれども、ただここまでつけられた勇気という、ね、有利というところは大きかったですね。大きかったですね。あとは要所要所でこうライナ選手のプリッツクランクが相手の仕掛けをいなすっていうシーンが目立ちましたよね。やはりこのサイレンスであったりとかノックアップ、ブリッツ、クランク、グラブですね、はい、この2つをうまく使いながら相手の仕掛けをいなしていく動きっていうのが結構このゲームのテンポを遅らせた要因になったと思いますね。相当仕掛けづらそうにしてましたよね。実際タッスル選手が仕掛けたタイミングでもう行くしかないっていう状況で飛び込んだんですけど、そこもサイレンスで的確にカウンターしてましたし、
ムジン選手とライナー選手のこの連携っていうのが V3 スポーツを支えている大きな要因でしたね。ミッドレーンに仕掛けようとするともう毎回のように本当カバーができているというのはねシーンもありましたから、いやいるんですよね、そこにハロー選手はちょっとレーンの状況的にも苦しいので残ってもらってっていうシーンはあったんですけど、はい、ライナー選手がいたからこそいちいちトレードに持ち込んだっていうシーンもありましたからね。テンポアップというところをしっかりさせなかった V3 e スポーツ、いや本当に見事ということは、まあ、その通りだと思うんですけど、ちょっと福岡ソフトバンクホークスゲーミングとしては本当にやりたいことをやらせてもらえなかったなっていうような試合だったと思うんですけれども、いやそうでしたね。ただこう攻めていく姿勢っていうのはかなり感じられたかなというふうに思いましたね、はい、結構ウィークワンのところだと相手に一方的にやられてしまってっていうのが多かった中で、ダッシャー選手の強気なレーニング、強力なレーニングを生かしてタッスル選手がどんどん相手にジャングルに入っていく、オブジェクトを触ってファイトを狙っていくようなプレーっていうのが結構見られたので、 SG としても、まあ、今までと比べると感触は悪くないんじゃないかなというふうに思いますね。どうなんでしょう、ここからこう勝利につなげるべくつなげるためにはどういったこう追加の要素っていうところが欲しくなってくるんでしょうか。そのファイトを狙う判断が結構チーム内でばらけているタイミングが少々あったかなという印象はありましたよね、はい、その1個目のヘラルドのタイミングであったりとかは結構そのボットレーナー2人寄せて取るのか、それともちょっとキャンセルして全体的に広がるのかっていうところでちょっと難しいポイントがありましたし、タッセル選手がこう行くしかないっていう状況で見たんですけど、はい、ただチーム全体がこう追いつけてなかったりとかっていうところがあったので、やはりこう新しいチーム、はい、新しいチームメンバーっていうところもありますから、結構この春のチームによく見られるコミュニケーションエラーがちょっと SHG でも起きているのかなっていう印象を受けましたね。なるほど。さあそれでは勝利した V3 e スポーツのエース選手へのヒーローインタビューがございます。下月さんお願いいたします。はい、こちらには V3 e スポーツのエース選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。先週に引き続き連勝でしたがいかがでしたか。まあ、結構そっと怪しかったんです。うまく。なるほど、ありがとうございます。それでは勝田さんお願いいたします。さあちょっとその、まあ、試合まず振り返ってどんな感じだったのかっていうのはありますか、この試合は。あ、まあ、結構いつも練習だと序盤からうまく有利に、今回序盤があんまり有利なく、ちょっと不安だったんで、ちょっと声が S に途切れてますかね。ちょっと途切れてしまう。大丈夫ですかね。ああ結構今結構あの内容が聞き取れなかったのでちょっと大丈夫かな。もう一回初めから喋ってもらってもいいですか。大丈夫ですか。あれ、あ、なんかねちょいちょい途切れてます ね、 そうですね、ちょっと途切れ途切れになってます。あ、もしもし今大丈夫ですか。あ、大丈夫だと思います。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待って今聞こえます。あ、今ね、はい、はい、ああ大丈夫ですか。多分いける、多分いけると思いますはいはい、一回じゃあお願いします。はい、まずじゃあ、まあ、勝利しました、はい、この試合ちょっと振り返ってみてどうだったのか教えてください。いつも練習で序盤から有利に進めてることが多かったんですけど、この試合に関してはちょっと序盤からあんまり僕の中でうまくいってなくてちょっと、怖かったんですけど、多分ミッドの多分相手がタワーダイブしてきた時かな、ブリッツがフックした時から試合の流れが一気に決まったなと思って、まあ、ライナーのフックが結構でかかったのかなと思います。あ、なるほど。そのライナ選手の使ったそのブリッツのピックについてなんですが、あれはどういう狙いのピックだったんでしょう。はい、まあ、ライナがなんか自信あるからもう俺やるよみたいな感じでやりましたね。僕このピックに関してはあんまり文句がなくて、その自信あったらやっていいよって思う派なので、まあ、ライナが自信あってやりたそうにしたんで やってた感じですかね。あ、なるほど。じゃあ、まあ、そのエース選手の期待にもしっかりとゲーム内で応えてくれたと、はい、そうですね、良かったです、ブリッツ。ちなみに今回は瀬戸ミッドをやったじゃないですか。なんかこう、はい、今だとちょっと珍しいピックにもなるのかなと思うんですが、そこはどういう考えだったんでしょう。まあ、一応瀬戸自身がフレックス3レーンフレックスいけますし、僕自身結構瀬戸が得意で、あとなんかそのそんなにミッドの中でも悪くないかなと思ってて、あと強い AP ジャングルと組むと、まあ、その瀬戸の良さがもっと出ると思って、で今回それでピックしましたね。あ、だからそのタリアも合わせて取ったっていうことなんですね。そうです、タリア、そう、結構バンピックでうまくできるようになったので、
セットをもう早めに取ってみたいな感じでした、ね、なるほど。そうですね、実際あのゲームのところでなんかうまくいったシーンってあのブリッツのところも言ってました。ちょっと気になったシーンとしてはちょっとメアちゃんが挙げてくれてまして、はい、そうなんですよ、ゲーム中盤 のミッドのセカンドタワー前の集団戦の時が、はい、まあ、V3 としては大きくチームの転換するシーンだったと思うんですけど、クグクグ選手とエス選手のテレポートが若干こう遠かったのが気になったんですけどあの時はちょっとどんな心境だったんですか。今走ってるから耐えてくれってずっと言ってましたね、見ながらちょっと多分負けてんだろうなと思いながら走ってましたね、ずっと一緒に。なるほど。いやでも結果としてはすごいあのシーンが、あ、そうですね、はい、勝利に大きくつながったシーンかなと思いました。なるほど、はい、ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。僕からもねかなり聞けたので、はい、はい、V3 絶好調というところでありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次の試合に向けて最後に一言お願いいたします。次のアルゼ戦も、まあ、勝って 2-0 で終わるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。 V3 スポーツからエース選手のインタビューでした。それでは次の試合までインターバルです。さあゼニトを寄せてフラッシュインからジェキラン流仕掛けていくが、ショーストッパー対応するのはエース、ライナーフラッシュアウト、5連くらいのダメージ、フェイスブレーカーでエース手前に寄せていきますが、イライラ勢の飛んできたタッスのロケットグラブから掴んでいるのはライナー。さあただここ相打ちになってファーストブラッド獲得は V3 スポーツ。さらにはミッドのインナータワーにプレッシャーをかけますが、これはテレポートを2つ使っている V3 スポーツ、そしてロケットグラブはタッスにヒットさせているのライナー。ただこのタイミングでコーポラルも合わせてバックライン、タワーダイブの形になっているのはソフトバンクホークスゲーミング、ダッシャーがバックラインへ完全から1キル獲得には成功しますが、ハローも1キル返した。さらにはアバメンがボディスラムを入れてますが、これはタワーしたライナーがうまく逃げ延びている。さらにはエースショーストッパータワーした引き取っていますが、ゼニトがここにインフィルトリが軌道までこぎつけた。しかしキルで V3 スポーツをきちりとついていっています。3-2トレード、タワー下にエースとココが逃げ切って有利なトレーダー福岡ソフトバンクホークスゲーミングですが、破滅王の入れた。ただフェロマンシー、さらには次期乱流、エースが1キル返していきますが、コグコグが耐えている。エース獲得は V3 スポーツ。クラセットからのオーツ集団戦、ウィーバーウォール、タイラを抑えているのは V3 スポーツ。そしてコープラルが意を決して前に出ますが、ちょっと受け切れそうもないか。ハルがそのコープラルを打ち取った。さらにはここからゼニト、ハル、破滅の斧がスリーマンノックアップ、相手の身動きを止めていますが、ここはゼニトが1キル獲得に成功。インフェルトリガーすぐさまここをちょっと送信で止めている。エースと無人は2人で2人を対処しているが、その勝負に勝っていくのは V3 スポーツ。ダブルキル獲得はエース。再びエース獲得は V3 スポーツ。動けばできるタイミングですね。さあ集団戦、ダッシャーの体力がかなりローカーで横から入ってきたコープラル、コグコグがきっちりとダッシャーまで届き切って1キル獲得に成功。ショーストッパーエースが捕まえているのはゼニト、フレードワールを展開、そしてインフェルノトリガー軌道まで行きますが、すぐにノックアップで対応するのは V3 スポーツ。そして残ったタッスルを取り囲んで V3 スポーツが持っていく。4キル獲得に成功。アパメンは残っていますが、 V3 スポーツは全員生き残っている。さあここアパメンが身を挺して少し強めに前に出ていく。破滅のツーマンノックアップ、そして横から合わせるライナーのロケットグラブ。さあバースト一気に通して1キル獲得。インフェルノトリガーですが、すぐにショーストッパーエース止めた。さあそのままゼニトまで打ち取っていきますが、集団戦の形1キル返すことにはダッシャー成功はしています。そしてもう一人ライナーも打ち取ったが、ただここでまたノックアップ。再び V3 e スポーツ集団戦4-2。さあただネクサスタワーはもう1本しか残っていませんよ。しかもタリアウィーバーボールありますからね、これすぐさま駆けつけられますからね。さあコープラルデスタイマーから復活、アゲノキザーから、そしてフェロマンシー、次期乱流でネクサスから引き返したい。衝撃の盾意を消して飛び込むタッセルではありますが、ネクサスをそのまま破壊し勝利したのは V3 スポーツとなりました。